京都ないし兵庫とか他の県とか都市で、うん、都市、うん、でニューヨークか分かんないけど、ニューヨークはちょっとあれだけど、あたりなんかちょっとメジャーすぎるけど、次兵庫だったら、あもうそ本気だってことだよね、うん、こいつし47件全部持ってるかこれ持ってんな、うん、京都の次兵庫だったら絶対持ってるもんな、京東京とかね、大阪とかじゃなくて作ってるまであるね、作ってるまで、ああるね、うん、あるだろう、うん、いやでも結構想像したらかなりシュールじゃない、めっちゃシュールだね、だって気になってる異性と遊んだ際身につけてる服が白 T シャツのど真ん中に京都その場所がどこなのかも気になるね、うん、そのデートの場所が京本当京都だったのか、東京のデートで京都で来てるのか、うん、それにもよるよな、うん、京都で京都だったらもうすごいけどね、やっぱでもさ引くのかな女性はそういうのにそのいや、まあ、俺も大概じゃない、そのえファッションで言うとその別におしゃれかどうかなんて相手によるじゃない、あうん、もうや完全にやりすぎちゃってる人じゃん俺なんか俺、ね、普段これで歩いてるからそうだ、ね、そう普段ね髪の毛を団子して歩いてますから、まあ、よく本当に奥さんは一緒に歩いてくれるなとは思うけども、あ思ってんだ、うん思ってる、あそうなんだ、うん、いや京都か、いやでもさ、言うてもその自分の身の丈に合った服をチョイスするっていう観点ではさ、うん、俺もユーもやってること変わらないというかさ、はい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 、ではあるじゃん、はい、そこだよね、うん、その京都 T シャツさんが、うんうん、まあ身の丈に合ってるか合ってないかってことだよね、その T シャツが、あ身の丈って何なんだろうな、いやでもさすがに野村くん一も京都 T シャツ着てたらんってなるから、うん、そうね、いやあかんあかんでしょ普通にいろいろ言ってきたけど、いや結構あかんでしょ、石原さん着る京都 T シャツ、あ石原さんウォーター着てる、そうウォーター T 着てるわ、ウォーターって書いてる着てる黒いやつでしょ、ウォーター着てる、あああるね石原さんね、あ全然大丈夫、あ石原さんは着ると、京都も着ると、ウォーターも着ると、もう竹缶の方が大事だよね、石原さんは、石原さんは竹缶の魔術師ですか、そう竹缶だけが竹缶だけが取り柄っていう石原さんはサイズうまいからね、いや翔平さんも絶賛してるもんね、スタイリストの翔平さんもね、竹関係で、あんなにヒゲで、うん、ロン毛でヒゲで肥満で清潔感のある人いないからっていつもすごいからって声をなめて、うん、言ってたわ、うん、それはそうだなと本当に思ういやファッションは難しいですね、はい、まあ、ちょっとぜひその、まあ、京都で一回行っててこの出来事だとしたら、うん、一旦ちょっとずらした年でまた、うん、一旦ずらした年ってもう一回行ってみてほしいけどね、うん、そこで何を着てくるかでちょっとジャッジしたいですけどね、うん、もう一回行ってほしいのでちょ知りたいその男性のことを、その男性のアイテムをアイテムをちょっともうちょっとディグりたい、もう一回京都で来る可能性もあるけど、うんうん、ちょっともう一回行こう、はい、もう一回ちょっとまばゆい光さんにはちょっとお待ちしております。ちょっともう一回言っていただいて。え、ね、悪い人じゃ、悪い人かどうかなんて書いてないもんね。書いてない、書いてない、ないもんね。とかく京都の T シャツを着てる、うん、気になっちゃった。だけならいいんじゃない、別に。そんな育てがいがあるじゃんね。まあまあまあそうだよね。ね、ファッションは変えれるからね。変えれるから。うん、確かに。それは全然あるよね。うん。ね、ともっと言えば女性は男性のファッション変えやすいですから。うんうん。うん、そうだよね。そのあれも全然あるな、うんうん、確かに、それも込みで2回目行くってやっぱありだよね、うん、行ってみてください、はい、お願いします。キングヌーの新井和樹と石油でお届けしてきましたスパークチューズ、そろそろお別れのお時間です、まあ、やっぱり石原さん曰くってやっぱありだよね、うん、行ってみてください、はい、お願いします。キングヌーの新井和樹と石油でお届けしてきましたスパークチューズで、そろそろ外しの T シャツならおしゃれなんじゃないかっていう、うん、意
見もありましたけどね、さすが石原さん。まあそのパターンもあるよね。ある、外しの京都に上回っちゃってる可能性もある。一周しちゃってる可能性も、ね、ありますけれどもね。まあでも男性ってまあそうなるよね、その超えちゃう人は超えちゃうよね。ああまあそうね、うん、集中するから。あもう京都 T、 その京都 T のデザインも気になってくるね、フォントとか、ね、フォントとか、そう、フォント大事だからね、大きさとかね。ちょっと2回目行った時にもう1回京都 T だったら、こううまいことツーショットとかセルフィー撮ってもらって T シャツの部分だけをトリミングして、あのスパークボックスの方に送ってもらいたいですね。古着屋デートとか行けばなあ、ね、古着屋とかあれだね、うん、確かに。でも如実じゃない、如実に着替えさせてくるんだってなんないかな。付き合った後だよね、でもそれするとしたら。あまあいや別に私見たいからとか、あ、まあ確かに、まあ、似合いそうじゃんみたいな。あ、うん、確かに、うん、うまくやる、そう、うまくやってくださいやればいいのか。はい、キングヌーからのお知らせでございます。絶賛アジアツアー中でございます。そしてベースマガジン2024年5月号にて表紙、私新井がやらさせていただきます。発売日は今週ですね、4月18日です。そしてテレビアニメ怪獣8号のサウンドトラックに私参加しております。この曲やばかったんだよ。おう、怪獣ロックという楽曲にアーティスト名バンドユータザ怪獣バンドフューチャリング佐々木孝之、新井和樹、石若俊として演奏しました。はい、ちょっとクレジット長いですけど、この曲のことはまあ来週ゆっくり話そうかななんて思っております。詳しくはキングヌーのオフィシャルサイトをぜひチェックしてください。来週の